です。今回はね、クレジットカードを作ってモッピーポイント1万5000ポイントももらえるんですけども、さらにAndroid の端末も無料でもらえるよっていう風なね、まあそんなキャンペーンの話になってます。これはタレコミというかね、こういう風にやったらもらえましたって話です。ちょっとこちらの方クリックしてみましょうか。はい、どういう案件かと言いますと、三井住友カードビジネスオーナーズゴールドってやつですよね。まあこれは多分年会費がかかると思うんですけども、その分報酬がでかくて1万5000ポイントということになります。でさらにこちらのカードの中にもなんか特典があって、プラスアルファで2万5000相当ってチラチラ見えてますよね。まあそういった旨味があるカードですよってことなんで、今回私がお話しすることをね、しなくてもこのカードだけは作ってもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてこっからが本題ですけども、Android 端末がね無料でもらえるキャンペーンなんですが、このカードを作ってる人向けに、まあ、直接ね会社の方からキャンペーンメールが来るんですよ。ステラタップっていうビザのタッチ決済をスマホアプリで可能にする仕組みを普及させたいということをね、この三井住友カードっていう会社が考えてるんでしょうね。で、加盟店登録した人にはAndroid端末を無料でプレゼントってことなんですよ。つまりこのカードを持ってる人に連絡が来て、加盟店登録するなら Android あげるよってことなんで、 Android がもらえるってことになります。で今回ね、このキャンペーンで Android 端末をもらったのは、普通のサラリーマンで個人事業主でも何でもないんですけども、まあ、このカード自体はね、そんな人でも別に自由に作ることができるんですよ。だからビジネスオーナーズゴールドってついてますけども、誰でも作っていいですよってやつです。で個人事業主としてやっていこうって思ってる人だったら、まあ当然作ってもらってもいいと思いますね。で私の放送を見てる人って少なくとも起業家魂がある人だと思いますので、まあ、このカードをね自分の事業の決済手段として作るっていう意識で持ってってもいいんじゃないですかね。で今回の Android 端末プレゼントはやっぱりね、どんな方にも展開されるのかなかどうかなっていうところ不安はあったんですけども、今回垂れ込んでくださった方はとりあえずやってみたらしいんですけども、まあ審査はゆるゆるで、開業の届け出証明とかも必要なくて、審査を楽々通過して簡単に Android 端末が配られてきたっていうことらしいです。でこの方は Android 端末とステラタップっていう仕組みで何かできないかなっていうふうに考えてるみたいなんですけども、まあもちろんね、この Android 端末を売却して現金に変えるっていう人もいるんじゃないかなと思います。で動画概要欄にね、大阪限定でプレゼントキャンペーンがありますよっていう風な、そんなね三井住友カードのサイトのページを見つけましたんで貼っときますね。そちらの方からちょっとキャンペーンを確認してください。それでキャンペーン参加しないまでも、今回のねモッピーのこのビジネスオーナーズゴールドカード作ってみるといいと思いますよ。1万5000ポイントですからね。はい、じゃあモッピーの登録の URL とで紹介コードもこれもつけときますので、どうぞご利用ください。それじゃあ。